高卒で就職をして内定をもらうことができました。送られてきた書類に入社式の日に toeic の試験も行うので、勉強してきてくださいと書いてありました。正直勉強したくありません。しかし、勉強せず自堕落に生活をしていると不安な気持ちになり、毎日毎日相性感にかかれてしまいます。勉強しないのを正当化して、自分を口つかせるにはどのように考えるかなるでしょうか。高卒の社員に toeic をやらせるのは企業は何を求めているのでしょうか？ これをやれって言った時にどれぐらい努力をしてくるタイプかっていうのを知っとくと教える価値のあるやつ教える価値のないやつっていうのが見抜けると思うんですよね勉強したくないは四国当然です <laughs> やりたくないのは普通だと思いますただここに2440円払うぐらいだったら教科書代とか払えると思うのでトイックの問題集とかで音声テスト用の音源ついてるやつあるんですよ CD とかでリスニング用の音源っていうあれをひたすら聞き流してください その同じのずっと聞き流して家でゲームしたりあのテレビ見たり漫画読んだり好きやったもいいんですけどとりあえず聞き流すっていうのをやってるだけでも一応耳にその英語の音は入ってくるのでどれぐらいの長文を喋るかとかどういうタイプのその会話をして問題っていうのはどういうのかみたいなのをなんとなく覚えられるんですよ。 アリスさんと太郎くんが喋ってますみたいのででどっちが買い物に行くのか揉めてるみたいな会話をしててこの2人は何をしようとしてるんですかみたいな問いがあって買い物をしようとしているとか旅行計画をしているとか書いてるんですけどっていう感じでそのどういう人たちが何分ぐらい喋って問題は何問ぐらいみたいなのがあると集中して聞かなきゃいけないのがどれぐらいとかっていうので多少有利になるんですよなのであのとりあえずここに2440円払えるぐらいだったら適当にそこら辺の本屋に行ってあ TOEIC の,トーイックの 教科書買ってそこら辺の音声流してみてください amazon でも売ってると思いますひろゆきさんの TOEFL の点数と勉強方法を詳しく教えてくださいえっとね TOEFL が530だったかなだった気がします勉強方法はその前にも言ったと思うんですけどその当時あった稽古と学ぶっていうあの 学校ががいいっぱい載っっぱ載てててるる雑誌があってリグルとか出してる英語学校の無料体験っていうのがまあ行くと1時間ぐらいそのなんか外国人の人が英語教えてくれるっていうのがあるんですけどその当時僕まあ原付き乗ってたので都内のその NOVA とか ECC とかあとギャバだっけとかあとなんかあのベルリッツとかなんか有名どころの英語学校を無料でひたすら回るっていうのをなんか週に3回4回ぐらいやっててトイックは830でした。 それでこう無料でひたすらあの勉強するっていうのをやってたのでまあそれなりに点数は良くなった気がします TOEIC はあの僕帰国の後に受けたのでなのであんまり参考にならないんじゃないかなと思います僕は今地方エフラン大学の2回生で日商簿記2級を持ってるんですがこの前ま1級取るか TOEIC の勉強するか就活においてどちらが有利でしょうか1級取ったら食いっぱぐれることはないですよ TOEIC の勉強したとしても別にそのあの英語を仕事で使うっていう会社でなければ に重要ではないんでですよね TOEIC が高いからといってじゃあ英語圏で仕事できるかっていうとまたちょっと別だったりもするんですよ僕 TOEIC も20年ぐらい前にその830点は取ったんですけど多分今受けたらめっちゃ点数低いと思うんですよねでもまあ,あのアメリカで一応会社を回していてアメリカのサイトとかもやってるので TOEIC の点数は取れないんですけど別にあの英語圏で仕事をする分には何の問題もない状態にはなってたりするので TOEIC が重要であるという話してもないんですよねある程度の英語が喋れば何 でもなるよねっていうのでその後仕事として何が必要かっていうのってペーパーテストとはあんま関係なかったりするんですよ要はその Google トランスレートとか使うとわかんない単語とかすぐわかるじゃないですか toeic 通るとすると英単語いっぱい覚えなきゃいけないじゃないですかで僕別にわかんない単語があったらさっさと Google ググんでなんかそれでなんとかなるっていう方が割と授業としては重要なんじゃないかなと思うんですよねさっき留学の話をしたものです o e i c の勉強方法についてお聞きしたいんでしょ すことをしようかなと思っていますトーイクも取りたいなら会話以外の座学をしっかりやるべきですかはいまた1年間しっかりやればそこそこ話せるようになるものでしょうか質問多くてすいませんフランの方だと思うんですけどまずそのトーイクがどんなものかっていう問題を1回も見てないっていうところがすごいなと思ったんですよね僕2 440円払うぐらいだったら多分トーイク問題例とかで検索するとトーイクでどんな問題が出るかって 多分ね、30秒もかかないで見れるんですよ。トーイックって、あの、新しいやつ知らないんですけど、僕が受けたやつだと、会話ってないんですよ。 その長文があって長文を読んで長文読解を買ったりとか文法に対しての間違いとかを見つけてマークしたりとかでリスニングがあって言われたことに対してこれはどういう会話をしているでしょうかみたいなのを書くとかなので残念ながらいくら会話ができたとしても文法と長文読解ができないと i 育の点数を取るのなかなか難しいんですよ。っていうのは多分調べる気になったらすぐ分かるんですよ。 なのでそこを調べる気がないっていうところで勉強する気があまりない気がするんですよねで今勉強する気がないけど留学をして現地に行ったらいつの間にかできるようになると思い込んじゃってるんだと思うんですよで友達ができたら話をするっていうので会話はできるようになるかもしれないですけど会話ができても文法できない人っていっぱいいるんですよ 文法が分かんなくても、片言で会話って結構成立しちゃうんですよね。コンビニの店員さんとか、居酒屋の店員さんとかで外国人の人がいると思うんですけど、であの人たちって割とそのあの普通にコンビニで働けたりはするんですけど、ただやっぱ会話をするときにその文法がちょっとおかしかったりとかあるんですよ。なので、本当にさ、文法のテストとかすると、そんなに点数良くなかったりするんですよ。でも働けるレベルで会話は可能っていう。 なので、その、ちゃんとテストで点数を取ろうとすると、やっぱり残念ながらそのテスト用の長文が読めるであるとか、文法が分かって言っていうのが必要なので、それは自分で勉強するしかないんですけど、で、それは別にアメリカに行くんでしたっけ留学。アメリカに行ったとして、突然文法が分かるようになるわけじゃないですよ。アメリカに行こうが日本に行うが、文法の勉強をしなければならないっていうのは一緒なんですよ。で、 あの文法の勉強に関していくと、アメリカでやるより日本でやった方が効率いいです。英語で僕もあの文法の勉強あっちでやったんですけど、文法用語がわかんないんですよ。現在完了って英語で何て言うんだっけどもう。あれ？あの？ パストパーフェクトとか言ったりするんですよね。それ過去完了か。なんでパーフェクトやねんみたいな。文法用語自体が英語で何て言うか分かんないから、現在完了、過去完了が分かってるにも分からず、文法用語が分かんなくて何だか分からんみたいになったりするんですよ。じゃあ、全知識って英語で何て言うのって言うと、ポカーンとかなっちゃったりするじゃないですか。なので、文法を学ぶのであれば、日本語で書いてあった方が理解しやすいんですよ、日本人は。 英語の文法を英語で書いてあるものをきちんと理解できるんだったらそれも英文の英文読解ができる人なんですよ。で英文の文法を説明している文章って例えば日本の法律の文章ってすごい分かりづらいじゃないですか。あれって日常的に使わない単語がいっぱい散らめられて漢字が多いからなんですけど文法用語も一般的な会話で使わない単語で書いてあるので文法用語で文法を説明している英文って解釈すげえ難しいんですよ。 なのでそれがちゃんとわかるぐらいやったら普通にもう英文読解できてる人なので文法に関しては日本でやった方が効率いいんじゃないかなと思いますトラさん英英語語塾といいうチャンネル名で英語の授業動画を上げています一般的な休憩 YouTuber は10分程度の動画がほとんどですが私は1本見れば1つの文法単元について全て網羅できるという体系性網羅性を高い動画にすることで差別が合っていますすると必然的に2時間程度の長編動画になってしまうんですが勝ち目あるでしょうかトーイック満点英検一級を持っていますトーイック満点ってすすごいでね やろうとしてることは分かると思うんですけどただその2時間がすごく独善的になってる気がするんですよね要はそのこれを全て理解できたらきっとうまくいくよっていうのをやろうとすると2時間になると思うんですけどこの教科書全部暗記したら100点取れるよねって言っても普通の人って教科書1冊暗記できないじゃないですか世の中って統一区満点取れないし英検級取れない人が多いんですよなのでむしろその勉強が長く続かない人が普通なんですよね できない人がどういう風にものを考えるかっていうのに合わせてできない人のレベルで教材を作んなきゃいけないんですよでもそのトイック満点の人だったらこれくらいできるよねっていうできる人に対してのものづくりをしてる気がするのでちょっとなんか 方向性が間違ってるんじゃないかなという気がしますけど英語を毎日勉強しより今 TOEIC875 英検準一級です TOEIC をもう少しと英検一級を目指していますもう28でずっとニーターンで行政書士も同時に目指しています英語と法律の勉強の両方が両立がめちゃくちゃきついのですがひろゆきさんが勉強にフルコミットする時の勉強術とかってありますかなんでやってんの <laughs> えっと、トイックの点数を上げることに何の意味があるの。<laughs> なんだろうな。まあ、好きでやってるならいいと思うんですよ。英語の勉強好きです。 なののでその英語の勉強をして英語のままなんかじゃあ「ハリー・ポッター」読みたいとか英語の映画をそのまま見たいとかっていうのがあればいいと思うんですけどそれだったら好きなことやってるから辛いですにならないと思うんですよね要はその本当はやりたたくなないいいんんじゃないですか辛いんだったら例えばじゃあ簿記っていう資格があるんですよ簿記1級とか2級3級ってあるんですけど簿記っていう資格って面白くないし面倒くさいんですけどただルールを覚えれば必ず天 点数取れる資格なんですよ。で、簿記っていう取れると、結構いろんなところに経理の仕事として入れるんですよ。でも、TOEIC をじゃあ、0百点取りました。 教育900点だからこの人を採用しようっていう会社はほぼないっす多分楽天ぐらいです結局英語喋れる人雇いたかったらアメリカ人雇えばいいの要はその英語と何か仕事の資格があればいいと思うのよでも英語だけあってもしょうがないのよでそのもう一つ選んだのが行政書士じゃないですか行政書士って英語ほぼ使わないんですよ たたまたまクライアントの人がじゃあアメリカ人ですインド人ですとでじゃあ日本で会社を作りたいっていうのでじゃあその行政書士として会社設立手続きしますよっていうのであれば。 多少の需要はあるかもしれないですけど基本行政書士の書類って全部日本語なのと日本で会社を作りたいっていう人はほぼ日本人なんですよなので英語っていうのと行政書士っていうスキルが全く噛み合ってないんですよ行政書士になったら英語いらないし英語だけやるんだったら行政書士の資格はいらないなので好きでやってるんだりいいですよじゃああの趣味で好きでやってるからそのこの勉強楽しいんだっていうのはどうぞどうぞやってくださいなんだけど何か資格を取って社会で自分の場所を作りたいと 思うのであればやってることがちょっと違うんじゃないかなと僕は思いますけどもなのでボキ1球目指してみてください